とは1888年にイギリスロンドンのホワイトチャペルとその周辺で犯行を繰り返した正体不明の連続殺人犯。当時の捜査記録やメディアではホワイトチャペルの殺人鬼やレザーエプロンとも呼ばれていた。切り先、ジャックの標的となったのはロンドンのイーストエンドのスラム街に住み客を取っていた娼婦たちであった。被害者たちは喉を切られた後に 腹部も切られていたことが特徴であった。少なくとも3人の犠牲者からは内臓が取り出されていたことから犯人は解剖学や外科学の知識があったと考えられている。1888年9月から10月にかけてこれらの事件が同一犯によるものという噂が高まりメディアやロンドン警視庁には犯人を名乗る人物からの多数の手紙が届いた。 切り裂きジャックという名称は犯人を名乗る人物が書いた手紙に載っていたものをメディアがルフしたことに端を発している。この手紙は世間の注目を浴びて新聞の発行部数を増やすために記者が劣増したものではないかと疑われている。ホワイトチャペル時警団のジョージ・ラスクが受け取った地獄よりの手紙には犠牲者の一人から採取したとされる保存された。 人間の腎臓の半分が添付されていた。このような一連の経緯によって世間は、切り裂きジャックという一人の連続殺人鬼を信じるようになっていったが、その主因は、犯行が非常に残忍なものであったことと、それをメディアが大々的に報道したことによるものであった。新聞で大々的に報道されたことにより、切り裂きジャックは、世界的にほぼ永久的に有名となり、 その伝説は、確固たるものとなった。当時の警察は1888年から1891年にかけて、ホワイトチャペルとスピタルフィールズで発生した11件の残忍な連続殺人事件を、ホワイトチャペル殺人事件として一括りにしていたが、そのすべてを切り裂き、ジャックによる同一犯の犯行とみなしていたわけではなかった。今日において、確実に、 ジャックの犯行とされるものは1888年8月31日から11月9日の間に起きたカノニカル5と呼ばれる5件、すなわちメアリー・アン・ニコルズ、アニー・チャップマン、エリザベス・ストライド、キャサリン・エド・ウッズ、メアリー・ジェーン・ケリーが被害者となったものである。これら殺人事件は未解決のままであり、現代におけるジャックの逸話は歴史研究。 民間伝承、技師が混ざり合ったものとなっている。切り裂きジャックによる2名の犠牲者の殺害現場から、ほど近いホワイトチャペルの簡易宿泊所前にたむろする女子供たち。19世紀半ば、イギリスでは、アイルランド系移民の流入によって、ロンドンのイーストエンドをはじめとする主要都市の人口が、増加した。1882年からはロシアなど、東欧や、 他の地域での迫害から逃れてきたユダヤ人難民が同じ地域に移民してきた。イーストエンドにあるホワイトチャペル教区はますます過密状態になり、人口は1888年までに約8万人に増加した。これは労働条件や住宅事情の悪化をもたらし、極めて大きな経済的な仮想階級が生まれた。 この場所で生まれた子供の55%が5歳を前に亡くなっていた。強盗、暴力、アルコール依存症は日常茶飯事のことであり、貧困がフード病のように蔓延し、多くの女性たちは日々の生計を立てるために売春をしていた。当時のロンドン警視庁の推計によれば、1888年10月のホワイトチャペルには62の 売春宿と1200人の売春婦が働いており、また233の簡易宿泊所には、毎晩約8500人が寝泊まりし、一泊あたり、シングルベッドであれば4ペンス、寮に貼られたロープ、リーントの場合は一人2ペンスであった。ホワイトチャペルの経済問題は、社会的緊張の着実な高まりを伴っていた。 1886年から1889年にかけてはデモが頻発し、それに警察が介入して、地の日曜日のような社会不安を市民にもたらした。反ユダヤ主義、犯罪、移民排斥、人種差別、社会的混乱、深刻な貧困などが、世間にホワイトチャペル地区が、悪名高い不道徳の創屈とみなす影響を与えた。 こうした世相の中で、1888年の秋に、切り裂きジャックと呼ばれる連続殺人鬼と、彼が起こしたとされる凶悪で、グロテスクな殺人事件がメディアを賑わし、上記のようなホワイトチャペルに対する世間の認識を強めた。ホワイトチャペルで、最初の7件の殺人事件が起きた場所この時期、イーストエンドでは女性に対する襲撃事件が、 多発していたため、どこまでの殺人事件が同一人物による犯行かは、わからない。1888年4月3日から1891年2月13日までの間に起きた11件の殺人事件が、ロンドン警視庁の捜査対象となり、警察記録では、ホワイトチャペル殺人事件と総称されていた。これら殺人事件を、 どこまで同一犯によるものと見るべきかは、様々な意見があるが、この11件のうち5件を、カノニカル5と呼び、切り裂き、ジャックによる犯行と強く推測されている。専門家の多くは、ジャックの手口の特徴として、喉へ深い切り傷を与えた後、腹部や正規周辺の肉を広範囲にわたって切除して、内臓を取り出していたことや、 顔面の肉を徐々に切除することを挙げている。ホワイトチャペル殺人事件の11件の殺人のうち、エマ・エリザベス・スミスとマーサ・タブラムが被害者となった、最初の2件は、カノニカル5には含まれていない。スミスは1888年4月3日午前1時半頃ホワイトチャペルのオズボーンストリートで強盗に遭い、性的暴行を受けた。 彼女は顔を殴打され耳に切り傷を負った。また、膣に鈍器が挿入され腹膜が破裂していた。翌日、腹膜炎によりロンドンの病院で死亡した。スミスはに3人の男性に襲われたと証言し、そのうちの1人は10代だったと述べている。マスメディアは後に起こる殺人事件とこの事件を結びつけて報道したが、ほとんどのライターは、 スミスの事件は切り裂き、ジャック事件とは無関係であり、一般的なイーストエンドのギャングによるものだとみなしている。タブラムのケースは、1888年8月7日、ホワイトチャペルのジョージアードの階段の踊り場で殺害されていた。彼女は、喉、肺、心臓、肝臓膝、胃、腹部に39もの刺し傷があり、さらに胸と、 膣もナイフによる刺し傷があった。これらの傷はすべてペンナイフと見られる刃物でつけられており、一つの例外を除いてすべて右利きのものによる犯行であった。また、性的暴行を受けた後はなかった。この殺人の残虐性と明白な動機の欠如、また、場所と日時は後の切り裂きジャックによる犯行に近く、警察はこの事件をジャックによる犯行と結びつけた。 しかし、タブラムは何度も刺されていはいたが、喉や腹部に対する切り傷はなかったという点で、後の事件とは異なっていた。多くの専門家はこの傷のパターンの違いから、この殺人を切り裂き、ジャックによる犯行とはみなしていない。切り裂き、ジャックの犠牲者として挙げられる5人は、メアリー・アン・ニコルズ、アニー・チャップマン、エリーザベス・ストライド、キャサリン・エド・ウッズ、 メアリー・ジェーン・ケリーである。1888年8月31日の金曜日の午前3時40分頃、ホワイト・チャペルのバックズ・ローで、メアリー・アン・ニコルズの遺体が発見された。生きているニコルズが最後に目撃されたのは、遺体発見の約1時間前に、ホワイト・チャペル・ロード方面に歩いている彼女。 スピタルフィールズのスロールストリートにある共同下宿で寝泊まりしていたエミリー・ホランド夫人が目撃したというものであった。被害者の喉は二つの深い切り傷で切断されており、そのうちの一つは椎骨までの組織を完全に切断していた。筆には二回の刺し傷が見られ、下腹部には深くザラザラした傷で一部が裂けており、腸がはみ出していた。 腹部の両側にも同じナイフによっていくつかの切り込みが入っていた。これらの傷はいずれも下向きに突き刺すようにして負わされていた。ハンバリーストリート29番地。アニー・チャップマンと彼女を殺した犯人が彼女の遺体が発見された庭に向かって歩いていった。ドアは物件標識の数字の下にある。 それから約一週間後の9月8日の土曜日の午前6時頃、スピタルフィールズのハンバリーストリート29番地の裏庭の出入り口の階段付近で、アニー・チャップマンの遺体が発見された。ニコルズの場合と同様に喉は2つの深い切相があった。腹部は完全に切り開かれており、胃の一部が左肩の上に置かれ、また切除された皮膚と肉の一部と小腸は、 右肩の上に置かれていた。チャップマンの検士では、子宮膀胱膣の一部が切除されていることが分かった。チャップマンの死因審問では、エリーザベス・ロングが、午前5時半頃に、チャップマンが、茶色のシカウチ棒と暗い色のオーバーコートを着た、黒髪の男と一緒に、ハンバリーストリート29番地の外に立っているのを、見たと証言した。エリザベスによれば、 男はチャップマンに、どうと聞き、彼女が、いいわと答えていたという。エリザベス・ストライドとキャサリン・エド・ウッズは、9月29日の土曜から30日の日曜にかけて殺害された。ストライドの遺体は、30日の午前1時ごろ、ワイト・チャペルのバーナー・ストリートの外れにある、ダット・フィールズ・ヤードで発見された。首に6インチの切り傷があり、死因は、 左首動脈と気管の切断で、そのまま切相は右顎の下で止まっていた。彼女の体にはそれ以外の損傷がなかったため、これがジャックによるものなのか、または犯行途中で中断したのかは不明である。あとに29日の深夜にバーナーストリートの近くで、ストライドが男と一緒にいるのを見たという複数の目撃証言が警察に寄せられたが、 それぞれの証言は異なっていた。あるものは、連れの男は色白であったといい、またあるものは、色黒だったといい、別のものは、みすぼらしい服を着ていたといい、しかし、身なりが良かったという証言もあった。マイタースクエアで発見されたキャサリン・エドウッズの当時の、警察による、遺体図。エドウッズの遺体発見は、ストライドの遺体発見の45分後に、 シティのマイタースクエアで発見された。彼女の喉は切り裂かれ、腹部には深く長いギザギザの列傷が見られ、腸は彼女の右肩にかけられていた。左の腎臓と子宮の大部分が取り除かれていた上、彼女の顔は鼻の切除、頬の切創、さらにそれぞれのまぶたが4分の1インチと5分の1インチに、それぞれ切り裂かれ、醜い僧棒となっていた。 方には三角形の切り込みがあり、その頂点は、エドウッズの目を指していた。また、その後の調査の中で、彼女の衣服の中から、右耳の自界と耳たぶの一部が発見された。検視した、検視医は、これらの切断について、少なくとも5分はかかったと見られると見解を述べた。ジョセフ・ラウェンデという地元のタバコのセールスマンは、 殺人事件があったと見られる直前に二人の友人と共に広場を通りかかった際、みすぼらしい外見の白髪の男と一緒にいる、エドウッズと思われる女性を目撃したと証言している。しかし、ラウエンデの仲間からは同じ目撃情報を得られなかった。この同夜に起こった二件の殺人はダブルイベントと呼ばれ、知られるようになった。 ホワイトチャペルのゴールストンストリートにある長屋の入り口にて、午前2時55分に、エドウッズの血まみれのエプロンの一部が発見された。このエプロンの真上に当たる壁にはチョークで、ザ・ジュブスワレ・ザ・メン・ザット・ウィル・ノット・ブレーム・ド・フォー・ナッシングと書かれていた。この落書きは後に、ゴールストンストリートの落書きと名付けられ、知られているものである。このメッセージは一連の殺人事件の犯人が、 特定のユダヤ人もしくはユダヤ人全般であるように読めた。しかし、これは犯人がわざとエプロンを残して書いたものなのか、それとも事件とは全く関係がないものなのかは不明である。このような落書きはホワイトチャペルではありふれたものであった。ただ、警視総監のチャールズ・オーレンは、これが反ユダヤ主義者たちの暴動を引き起こすことを、 懸念し、夜明け前に落書きを消すように命じた。11月9日金曜日の午前10時45分、スピタルフィールズのドーセットストリートの外れにある、ミラーズコート13番地の一室で、この部屋の住人であるメアリー・ジェーン・ケリーの遺体が発見された。彼女の体は広範囲にわたって損壊され、内臓が取り除かれた状態で、ベッドの上に横たわっていた。その顔は、 見分けがつかないほど切り刻まれており、喉の節操は背骨にまでいたり、腹部にはほとんど内臓が残っていなかった。子宮、腎臓、片方の乳房は頭の下に置かれ、その他の臓器はベッドの足元に、腹部と大腿部はベッドサイドテーブルに置かれていた。心臓だけが犯行現場から消えていた。1888年11月9日。 スピタルフィールズのミラーズコート13番地で発見されたメリー・ジェーン・ケリーの遺体の警察公式写真カノニカル5と呼ばれる5つのケースの特徴はいずれも月末から1週間後の週末あるいはそれに近い日の夜に犯行が行われている一連の殺人事件における遺体の損壊はだんだんとひどくなっていった最初のニコルズはどの臓器も欠損していなかった 次のチャップマンは、子宮と、膀胱、膣の一部が摘出されていた。四番目のエドウッズは、子宮と左の腎臓が切除され、顔が切り取られていた。最後のケリーの遺体は、顔は、四方八方から切り刻まれ、首元の傷は骨にまで達し、心臓だけがこの犯行現場から持ち去られていた。歴史的に見て、この五つの殺人事件を同一犯による犯行と、見て、 また他の事件を排除する考えは、当時の記録に由来する。1894年、ロンドン警視庁の警部補で、犯罪捜査局の捜査主任であった、メルビル・マクノートン卿は、ホワイト・チャペルの殺人鬼の犠牲者は5人だった。そう、5人だけであったという報告書を書いた。同様に、1888年11月10日に、観察医のトマス・ボンドが、 シドの捜査主任であるロバート・アンダーソンに宛てた手紙の中でもカノニカル5の件は共通的なものと言及されていた。研究者の中にはこれら事件の何件かは間違いなく同一犯だが一部はこの犯人とは無関係の別の殺人犯によるものと主張する者も,もいる。スチュワート・エヴァンスとドナルド・ランベローはカノニカルブは切り裂きジャック神話であり 三つの事件は同一犯と断定できるが、ストライドとケリーは同じ犯人によるものか確証がないと指摘している。逆に、カノニカル5にタブラムの件を加えた六件を同一犯とみなしている者も,もいる。病リー、ジョージ・バグスター、フィリップスの助手であるパーシー・クラーク医師は、殺人事件のうち同一犯は三件だけであり、それ以外は、心身耗弱者による。 模倣犯罪だと指摘している。幕のおとんきょうが捜査に加わったのは事件の翌年であり、彼の記録には容疑者についての重大な事実5人が含まれている。一般的には、ケリーの事件が切り裂きジャックの最後の犯行と考えられており、犯人の死亡や投獄、収容、あるいは移住などによって一連の犯行が集結したとみなされている。しかし、 ホワイト・ジャペル殺人事件としては、カノニカル5以降に起こった4件の殺人事件も、また詳細に記録に残されている。これは、ローズ・マイレット、アリス・マッケンジー、ピンチン・ストリートの胴体、フランシス・コールズの4件である。1888年12月20日、ポプラのハイ・ストリートにある、クラークズ・ヤードで、26歳のローズ・マイレットの考察死体が発見された。 争った形跡はなく、警察は彼女が酔った勢いで誤って、首輪で首をつってしまった事故か、自殺のどちらかと推定した。しかし、首の側面に紐で締められた跡が、かすかに残っていたことから、彼女は何者かに首を締められた可能性が浮上した。新審問において、陪審員は、殺人の評決を下した。 アリス・マッケンジーは1889年7月17日の真夜中過ぎにホワイト・チャペルのキャッスル・アリーで殺害された。彼女の首には2つの刺し傷があり、左首動脈が切られていた。また、その体にはいくつかの軽い打撲症や切り傷もあり、左胸からへそにかけて7インチの長く浅い傷があった。検視を担当した。 病理学者のトマス・ボンドはこれを切り裂き・ジャックの犯行と推定したが、過去3件の検視を担当していた同僚のジョージ・バグスター・フィリップスは、この見解を否定した。書術家の間でも、マッケンジーの殺害犯が捜査の目から自分をそらすために切り裂き・ジャックの仕業に見せかけたという意見と、これも切り裂き・ジャックの犯行だとする意見に分かれている。 ピンチンストリートの胴体と呼ばれる身元不明の女性遺体がピンチンストリートの鉄道橋の下で発見されたのは1889年9月10日のことであった。これは頭と足がないフランス体で年齢は30歳から40歳と推定された。被害者の背中、腰、腕といった広範囲に死の直前に激しいオーダーを受けたことを示すあざが見られた。 腹部も大きく切り刻まれれていたたがが正規には損傷が見られなかった被害者は死体発見の約1日前に殺害されたとみられ、バラバラにされた遺体は古いシュミーズの下に隠して鉄道橋に運ばれたと推測されている。フランシス・コールズは1891年2月13日、ホワイト・チャペルの鉄道橋の下で喉を切られた状態で発見された。 1891年2月13日午前2時15分、アーネスト・トンプソン刑事は、ホワイト・チャペルのスワロー・ガーデンズの鉄道橋の下で、フランシス・コールズという25歳の売春婦が倒れているのを発見した。彼女の喉は深く切られていたが、体には傷がなく、これは犯人がトンプソンに気づいて、犯行途中で逃げたという意見もある。発見時、 彼女はまだ息があったが、治療を受ける前に亡くなった。53歳の機関車の機関員、ジェームス・トマス・サドラーが、コールズと一緒に飲んでいるところを目撃されており、彼女の死の約3時間前に二人が航路にしていたことが判明していた。このため、サドラーは逮捕され、コールズ殺害の容疑で起訴された。一時は、彼が切り裂きジャックだと思われたが、結局は、 証拠不十分で1891年3月3日に釈放された。ホワイトチャペルで起こった11件の殺人事件に加えて論評家によって切り裂き、ジャックに関連付けられた他の襲撃事件もある。フェアリーフェイのケースの場合、この事件が実際にあったものなのか、ジャックの伝説として創作されたものなのか不明である。 この事件は1887年12月26日にコマーシャルロード近くの戸口で腹部に杭が突き刺さった女性の死体が見つかったとされるもので被害者は身元不明のためフェアリーフェイと名付けられたところが1887年のクリスマス前後にホワイトチャペルで記録された殺人事件はなかったこの事件はドンキが 質に突き刺されていたエマ・エリザベス・スミスの一件の報道と混同されて生まれたものと推測されており、今日においてはフェアリーフェイは実在しないという指揮者たちの見解で一致している。アニーミルウッドという名の38歳の未亡人は、1888年2月25日に足とか腹部に多数の刺し傷を負ってホワイトチャペルのワークハウス診療所に運び込まれ、 見知らぬ男に、留め金式ナイフで襲われたと職員に告げた。その後、彼女は退院したが3月31日に、自然死している。ミルウッドの事件は、後に、最初の切り裂き間の犯行と仮定されたが、実際のところ明確な関連性を示すものはない。また、カノニカル5以前のもので他にも切り裂きジャックの、 犯行として疑われているものとして1888年3月28日に、某の自宅の玄関先で、留め金式ナイフで首を2回刺されるも、一命を取り留めた若い女性服飾家のエイダー・ウィルソンの一件がある。さらに他の例として1888年11月21日に、マーサ・タブラムと同じ下宿に住んでいたアニー・ファーマーが、襲われた一件があり、 これも切り裂きジャックの犯行と疑われているものである。彼女は喉を切られており、二人の目撃者によれば、ファーマーの悲鳴の直前に口と手に血がついた、見知らぬ男が下宿から飛び出し、彼女のやったことを見ろ、と叫んでいたという。ただ、この彼女の一件は、おそらく彼女自身の自傷行為と疑われている。 1888年10月2日、ホワイトホールに建設中のスコットランドヤードの新庁舎の土地から頭のない女性の胴体が発見され、ホワイトホールミステリーと呼ばれる事件があった。遺体の腕と肩は9月11日にピムリコ近くのテムズ川に浮かんでいるのが発見されていたが、その後10月17日には、 胴体の発見場所近くで左足が埋められているのも発見された。頭部や他の手足は見つからず、遺体の身元も不明のままに終わった。これは足と頭部が切断され、腕はそのままであったピンチンストリートの胴体事件と類似していた。1888年10月のホワイトホールミステリー。ホワイトホールミステリーはピンチンストリートの胴体とともに、 トルソーキラーと呼ばれる単独の連続殺人鬼によって行われたテムズミステリーと呼ばれる一連の殺人事件の一部であった可能性がある。切りサジャックとトルソーキラーが同一人物なのか、たまたま同じ地域で活動していただけの別人物なのかは議論の余地がある。トルソーキラーの手口は切りサジャックとは明らかに異なり、当時の警察は 両者の関係性を否定していた。この連続殺人事件は4件が同一犯と推定されているが、被害者の身元が判明したのはエリザベス・ジャクソン一人だけである。彼女はチェルシー出身の24歳の売春婦で、1889年5月31日から6月25日までの3週間の間にテムズ川で様々な体の部位が発見された。 1888年12月29日、ブラッドフォード・シューマニンガムの馬小屋で、ジョン・ギルという7歳の少年の遺体が発見された。少年は12月27日から、行方不明になっており、遺体は足が切断され、回復を呼び、腸の一部と心臓が抜き取られ、片耳も切除されていた。その犯行の類似性から、メディアでは切り裂き、 ジャックによる犯行ではないかと憶測に基づく報道がなされた。少年の雇い主であった23歳の牛乳配達人、ウィリアム・バレットは殺人容疑で二度逮捕されたものの証拠不十分で釈放された。この事件では誰も起訴はされなかった。1891年4月24日に ニューヨークにおいて、キャリー・ブラウンという女性が衣服で首を絞められた後、ナイフで切り刻まれ、殺された。彼女の遺体は、素形部を通して、大きな裂傷と、足や背中の表面に、切り傷がある状態で発見された。現場から、臓器は持ち去られてはいなかったが、ベッドの上に卵巣があり、これは、意図的に摘出されたのか、意図せず、 傷口より出てきてしまったのか不明である。当時、この事件は、ホワイトチャペルで起きた事件と比較されたが、警視庁は、最終的にいかなる関係もないと否定した。フレデリック・アバーライン捜査官、ホワイトチャペル殺人事件に関するロンドン警視庁の、捜査記録の大半は、第二次世界大戦のロンドン大空襲によって、失われた。現存する記録では、 ビクトリア朝時代に行われた捜査方法を詳細に知ることができる。大規模な捜査チームが組織されて、ホワイトチャペル中の家々への聞き取り調査が行われ、また、法医学的証拠の採取や調査も行われた。容疑者の特定や追跡の上、さらに詳しく調べられたり、あるいは捜査対象から外されたりした。これは、現代の警察の捜査でも同じである。 2000人以上が事情聴取され、300人以上が捜査線上に上がり、80人が拘束された。ストライドとエド・ウッズの事件後には、死刑本部長のジェームズ・フレイザー卿が、切り裂き、ジャックを逮捕した場合、賞金500ポンドを出すことを公示した。捜査は、当初、エドモンド・リード警部が率いる、警視庁、ホワイト・ジャペルシブの犯罪捜査局が担当した。 ニコルズ殺しの後には、スコットランドヤード中央局から、フレデリック・アバー・ライン、ヘンリー・ムーア、ウォルター・アンドリューズの各警部が派遣された。シティで起こったエドウズ殺しの後は、ジェームズ・マクイリアム警部の指揮下で、ロンドン死刑も捜査に当たった。捜査全体の方針は、チャップマン、ストライド、エドウズ殺しがあった9月7日から10月6日の間に、指導の捜査主任。 ロバート・アンダーソンがスイスで休暇中であったために決められなかった。このため、警視総監、チャールズ・ウォーレン卿は、ロンドン警視庁からの捜査の調整役として、ドナルド・スワンソン主任警部を任命した。ブリント・マンズ・バフ、パンチに掲載されたジョイン・テニエルによる無能な警察に対する風刺が、犯人を逮捕できなかったことは急進派が抱いていた。 警察が無能で管理不足という認識を強めた。肉屋や屠殺業者、あるいは下界や内界が疑われたのは遺体の切断方法からであった。死刑本部長代理のヘンリー・スミス少佐が残した記録によれば地元の肉屋と屠殺業者のアリバイを調べたが結果として彼らは捜査対象から外されることになったという。スワンソン警部が内務省に提出した。 報告書によれば、76件の肉屋と屠殺業者を訪問し、過去6ヶ月間の全従業員を調査したことが確認されている。ビクトリア城をはじめとする当時の著名人の中には、事件のパターンから、犯人は肉屋もしくは、ロンドンとヨーロッパ大陸を往来する、家畜運搬船の仲買人ではないかと推測する者も,もいた。ホワイトチャペルは、ロンドンドックに、 近く、そうした船は木曜か金曜に停泊し、土日に出港するのが一般的であった。船の運航記録が調査されたが、殺人事件の日付と一致するものは一石もなく、また、乗員が船を乗り換えている可能性も否定された。当時の矛盾や信頼性の低い証言に加えて、例えば現存する手紙の DNA 鑑定から結論が出ていないように、 犯人を特定する試みは、法医学的な証拠の欠如によってできていない。入手可能な証拠ものは何度も調査がなされたがゆえに、汚染されており、意味のある結果が得られる状態にない。DNA 鑑定の結果が二人の異なる容疑者を、決定的に示しているという矛盾した結論もあり、両者の調査方法も批判されている。1888年9月、 ロンドンのイーストエンドの市民有志のグループがホワイトチャペル受刑団を結成した。彼らは不審な人物を探して通りのパトロールを行ったが、これは警察が犯人を逮捕できなかったことへの不満や殺人事件が地域のビジネスに影響を与えていることを懸念したことも理由の一つであった。自警団は犯人逮捕につながる情報に対して50ポンドの 報奨金を出すよう政府に請願し、また私立探偵を雇って、独自に目撃者への質問も行っていた。10月末、ロバート・アンダーソンは観察医のトマス・ボンドに、犯人の外科技術や知識の程度について、意見を求めた。ここで、ボンドが報告した、ホワイト・チャペルの殺人者に関する試験は、現存する最古のプロファイリングである。ボンドの推測は、 カノニカル5のうち、彼自身が行った、最も広範囲に接送が見られた5件目の被害者の、検視記録と、それ以前に起こった4件の検視記録に基づく。この5つの殺人事件は、すべて同一犯によるものであろう。最初の4つの事件では、喉を左から右に切られており、直近の事件では広範囲にわたる接送のために、どれが致命傷となったものかはわからないが、 動脈からの血液は、彼女の頭があったであろう場所の近くの壁に飛び散っていたことがわかる。以上の事件現場の状況から、女性は、殺害時に横になっていたに違いなく、どの場合も最初に喉を切られたと推測される。ボンドは、殺人者が、様々科学に基づく解剖知識を持つ者、あるいは、肉屋内市、馬の屠殺技術を持つ者という可能性すらも強く、 反対を示した。彼は、殺人者は、殺人的で性的な創病の周期的な発作に、見舞われており、体を切除する特徴は、サティリアジスを示している、可能性があると意見を述べた。ボンドはまた、殺人衝動は復讐心や陰鬱な、精神状態から発展したものかもしれないし、宗教的な創病が、元々の病気だった可能性もあるが、私は、 どちらの仮説もありえないと思うと述べている。犯人が被害者と性行為に及んだという証拠はいずれの場合もないが心理学者の推測ではナイフで被害者を傷つけ傷口が露出した性的を貶めるような体位で放置したことは攻撃に性的興奮を感じていたのではないかとしている。しかしこのような仮説を否定する見解もある。切り先。 ジャックの正体に関する憶測。1889年9月21日発行のパック氏の表紙。トム・メリー作。犯行は週末、または祝日に集中し、また狭い範囲で行われていることから、切り裂きジャックは定職に就いていた地元の人間ではないかと一般に推測されている。その一方で、教育を受けた上流階級の男。 おそらく一社家貴族で、より裕福な地域から、ホワイトチャペルにやってきて、犯行に及んでいたのではないかとする説もある。校舎の説の背景には、医療従事者への恐怖心、近代科学への不信感、富裕層による貧困層の搾取といった文化的な認識があった。事件から数年後に提起された容疑者の中には、当時の資料から事件に関与していると思われる人物や、 イギリス王室関係者、芸術家、医者など、警察の捜査では、対象外であった多くの著名人が含まれていた。当時の人々は、すでに亡くなっているため、現代の著述家は、犯人が誰であっても、歴史的な裏付けを必要とせず、犯人候補として挙げることができる。当時の警察の捜査記録において名指しされている、容疑者の中には、 1894年のメルビル・マクノートン卿のメモにある3人も含まれているが、これらの人物を犯人とする根拠は、せいぜい状況証拠でしかない。切り先、ジャックの正体や職業については、様々な説があるが、当局が認めたものは何もなく、名前が上がった容疑者の数は100人以上に達する。この事件に対する興味は、 現代にもなお続いているにもかかわらず、ジャックの正体は不明のままである。切り先、ジャックの事件を研究、分析する、リッパー学という言葉すら生まれ、この殺人事件は、数多くの創作物にも影響を与えている。ホワイトチャペル殺人事件が起こっている間、警察や新聞社、その他の個人宛などで、何百通もの手紙が送られてきた。 犯人を名乗る者以外にも、犯人を捕まえるためのアドバイスなど善意からのものも、あったが、大半はデマであったり、役に立たないものばかりであった。犯人自身が書いたと主張する、数百通の手紙の中で、特に注目されるのが、親愛なるボスへの手紙、聖域な、ジャッキーのハガキ、地獄よりの手紙の三つである。今日に、親愛なるボスへと知られる手紙は、 1888年9月27日の消し印が押され、9月25日にセントラルニュース、エージェンシーに届き、9月29日にスコットランドヤードに転送された。当初はいたずらと考えられていたが、手紙の消し印の3日後に、エドウッズが片方の耳の一部を斜めに切り取られた状態で、発見されたことから手紙にあった。 女性の耳を切り取るという予告が注目されるようになった。ただ、彼女の耳の傷は、犯行中に偶発的につけられたものと推測され、耳を警察に送るという手紙の予告は実行されなかった。切り裂きジャックという名前は、この手紙の主が初めて使ったものであり、以降、この名が世界的に知られるようになった。その後の当局やメディアに対して送られた手紙の、 多くは、この文体を真似たものであった。なお、1888年9月17日付の、別の手紙が、切り裂きジャックという名前を初めて使ったとする資料も、あるが、専門家の間では、これは20世紀になって、警察の記録に挿入された偽物であるとの見方が、強い。地獄よりの手紙、聖域な、ジャッキーのハガキは、 1888年10月1日の消し印で同日にセントラルニュースエージェンシーに届いたという。筆跡は親愛なるボスへの手紙と似ており、今回はダブルイベントとして9月30日の事件に言及していた。このハガキは事件が公的に発表される前に投函されたものであったため、ただの愉快犯では知り得ない情報があったと指摘されている。 しかし、実際には、このハガキの化身は、事件の発生から24時間以上経過した後の、ものであり、殺人事件の詳細はメディアに報道されており、地元ホワイトチャペルの住民たちも、この事件について話し合っていた後のものであった。地獄よりの手紙は、1888年10月16日に、ホワイトチャペル時系団のリーダーである、ジョージ・ラスクが受け取ったものであった。 この手紙は、親愛なるボスへ、や、聖域なジャッキーとは、筆跡や文体が異なる。この手紙には小さな箱が伴われており、中を確認したラスクは、ワインの蒸留酒で保存された人間の腎臓の半分を発見した。被害者たちの中で、エドウズは、左の腎臓が、犯人によって持ち去られていた。手紙の主は、持ち去った腎臓の半分は、 あげて食べたと述べていた。この腎臓をめぐっては、意見が分かれている。これが実際に、エドウッズのものと主張する者も,もいれば、不気味な悪ふざけだとみなす者も,もいる。腎臓は、ロンドン病院のトーマスオープン症医師によって検査され、人間のものであり、左の腎臓だと判断されたが、他の生物学的特徴は特定できなかった。その後、オープン症医師は切り裂き、 ジャックを名乗る者からの手紙を受け取っている。ロンドン警視庁は10月3日に、親愛なるボスへの手紙を複製したものを公開し、その筆跡から有力情報の提供が得られることを期待した。チャールズ・ウォーレンは、内務省の常任次官である、ゴッドフリール・シントンへの手紙の中で、私はすべてデマだと思っているが、当然のことだが、いずれにしても、 作者を見つけ出す必要があると説明していた。1888年10月7日、日曜紙、レフェリーのジョージア・ールシムズは、この手紙は、新聞の発行部数を大きく増やすために記者が、鉄造したものだと通列に批判した。後に、警察当局は、親愛なるボスへと、聖域な、ジャッキーの作成者は、特定の記者だと発表した。 1913年9月23日、ジョン・リトル・チャイルド主任警部が、ジョージ・アール・シムズに宛てた手紙の中で捏造を行った。記者は、トム・ブーリンと特定されていた。また、1931年にフレッド・ベストという記者が、スター氏の同僚と共に、事件への関心を高め、ビジネスを継続するために切り裂き、ジャックと署名した手紙を書いたと告白している。 1888年9月8日付のペニーイラストレーテッドペーパーの差し絵、メアリー・アン・ニコルズの遺体が発見されたことが描かれている。切り裂きジャック事件は、ジャーナリストが犯罪を扱うことに対する重要な分岐点となった。この事件が最初の連続殺人事件というわけではなかったが、最初に世界規模でメディアの熱狂を引き起こしたものであった。 1880年の初等教育法によって社会的階級に関係なく学校に通うことが義務付けられた。これにより1888年にはイングランドとウェールズの労働者階級の多くの識字率が高まった。1850年代の税制改革によって安価で発行部数の多い新聞が社会に登場するようになった。ビクトリア朝後期には 半ペニ程度の大量発行の新聞や、イラストレーテッドポリスニュースなどの人気雑誌が登場し、切り裂き、ジャック事件を取り上げた記事はかつてないほどの宣伝効果を生み出した。この結果、事件捜査の最盛期には、ホワイトチャペル殺人事件を大きく取り上げた新聞が1日で100万部以上売れたというが、その多くはセンセーショナルで憶測に満ちたものであり、時には、 虚偽の情報が事実として掲載されているのも少なくなかった。さらに、ジャックの正体を推測する記事の中には、地元の外国人差別の噂をほのめかすという形で、ユダヤ人や外国人としているものもあった。ニコルズ殺しの6日後の9月下旬、マンチェスターガーディアン氏は、こう報じた。警察はどんなに情報を持っていようとも秘密にする。 必要があると考えている特に彼らの注目が向けられているのが、レザーエプロンと知られている悪名高き人物である。記者たちは、詳細な捜査状況を公開しようとしない指導に、不満を持ち、信憑性が疑わしい記事を書くことにした。レザーエプロンに関しては想像力に富んだものが、報道されることとなったが、ライバル誌の記者たちからは、記者の空想の産物と一周された。 地元の革靴職人のユダヤ人であったジョン・パイザーは、レザーエプロンの名で知られており、捜査官が、今のところ証拠は何もないと報告したにもかかわらず、彼は逮捕された。パイザーのアリバイは確認され、すぐに釈放された。親愛なるボスへの手紙が公開された後、レザーエプロンの名は、切り裂きジャックにとって変わり、犯人を指すためのメディアや一般市民が用いる名前と、 なった。ジャックという名は、すでに別のロンドンの伝説的な殺人鬼である、バネアシジャックにも使われており、彼は壁を飛び越えて人を襲い、誰か来れば、すぐに逃げ出すというものであった。ニューオーリンズの斧男、ボストンの考察魔、ベルトウェイのスナイパーなど、特定の殺人者にニックネームをつけることは、メディアの上等手段となった。切り裂きジャックから派生したものもあり、 フランスの切り裂き間、デュッセルドルフの切り裂き間、カムデンの切り裂き間、10日完成下の切り裂き間、ジャック・ザ・ストリッパー、ヨークシャーの切り裂き間、ロストフの切り裂き間などがある。犯人は捕まらなかったという事実と当時のセンセーショナルな報道の組み合わせは、研究者たちを混乱させ、切り裂き、ジャックに関する事実性が曖昧な伝説を生み出すことにつながった。タイダのネメシス。 パンチに掲載された風刺画。切裂き、ジャックをホワイトチャペルをカ歩する現役かつ社会的怠慢を体現するものとして描いている。切裂き、ジャックの事件の性質と犠牲者たちの貧しい生活はイーストエンドの劣悪な生活環境への注目を集め過密で不衛生なスラムへの対策を求める世論を喚起した。 事件後に10年の間に劣悪であったスラム街は一掃され再開発されていったが通りや一部の建物は現存しており殺人現場や事件に関連する場所をめぐる様々なガイドツアーによって今でも切り裂き間の伝説は語られている長年にわたりコマーシャルストリートにあるパブテンベルズはそのようなツアーの中心となっていた殺人事件の直後から 切り裂きジャックは子供たちを怖がらせるものになったと言われている。その描写はしばしば幻想的あるいは怪物的であった。1920年代から1930年代の映画に登場したジャックは一般庶民の外見だが隠された秘密を持ち無防備な犠牲者を餌食にする男として描写され、また照明効果や影によって雰囲気や 邪悪さが表現されていた。1960年代になると、ジャックは略奪的な貴族社会の象徴に変わり、トップハットをかぶった紳士という外見で描かれることが多くなった。エスタブリッシュメント全体が悪役となり、ジャックは上流階級による作手の体現者として機能していた。ジャックのイメージはドラキュラのマントや、 ビクター・フランケンシュタインの臓器摘出など、ホラー小説のシンボルと融合したり、釈用したりした。切り裂きジャックが登場する、創作物の世界は、シャーロック・ホームズから、日本のエロティックホラーまで、様々なジャンルで見られる。切り裂きジャックは何百ものフィクションや事実に、基づいたような創作物に登場し、この中には切り裂きジャックの手紙や、切り裂き、 ジャックの日記のようなデマの日記も含まれる。ジャックは長編小説、短編小説、詩、漫画、ゲーム、歌、演劇、オペラ、テレビ番組、映画などに登場する。100以上のノンフィクション作品が、切り裂きジャックの殺人事件を主題として扱い、最も多くのモチーフとなっている、実在の犯罪の一つとなっている。1970年代には、 コリン・ウィルソンが切り裂き、ジャックを研究する、リッパー学という用語を造語し、専門家やアマチュアが研究を行っていることを説明している。こうした研究成果は、定期観光物である、リッペラナ、リッパオロジスト、リッパーノツに掲載されている。2015年には、ロンドン東部に、切り裂きジャック博物館がオープンしたが、小さな講義があった。 マダムタス総監に、かつて存在した、恐怖の部屋には、似ているかどうかわからない人物はモデルにしないという、方針に基づき、有名な殺人鬼である切り裂き、ジャックの老人形はなかった。その代わり、彼の影が描かれていた。2006年、BBC ヒストリー誌の投票では、史上最悪のイギリス人に切り裂き、ジャックが選ばれた。 スタンリー・キューブリックの映画、博士の異常な愛情、または私は、いかにして心配するのを止めて、水爆を愛するようになったかでは、空軍基地司令官が妄想に取り憑かれ、独断でソ連への核攻撃を命令するが、その名が、ジャック・ディ・リッパー事務所であり、明らかに切り裂きジャックのパロディである。ありがとうございます。